ウェストミンスター憲章は1931年12月11日にイギリスの議会が発表した憲章である。イギリス議会が制定した法律としての形式を有する。これは1926年に出されたバルフォア報告書に基づいて成立していたイギリス連邦体系に法的根拠を与えたものである。この検証より英国の海外自治領に外交権も与えられ、 英国本国とは国王への忠誠で団結した、陽動な共同体と規定されることになった。同権章以前はという統治体制で、英国政府が任命する総督のもとで、自治政府が組織されて内政に関しては、自治政府が責任を負う一方で、法的には、各自治療の住民は、英国民の一部であり、各自治療の外交や領事業務は、英国政府や同国大使館、 両時間が行うのに対し、同検証によりこの構造がとなり、英国政府の干渉を全く受けない形で、カナダやオーストラリア、ニュージーランドや南アフリカ連邦、また当時は、カナダとは別の自治領だったニューファンドランドが、内政や外交、軍事などを行うことができるようになった。また、これにより正式に、カナダ国籍やオーストラリア国籍などが認められる、ことになる。 この検証の発表の背景には、第一次世界大戦で、自治領が発言権の強化を求めてきたことにある。そこで、自治領にある程度の独立性を付与することで、支配権を確保しようと結論したのである。しかしこの検証が出た以後もアイルランド自由国など、分離独立の動きはやまず、大英帝国の解体は、進んでいく。ありがとうございます。